帝国になりましたので、これから2021年世界大会参加者説明会を開催したいと思います。私、進行役を務めます運営委員会共同代表の一人の野口邦和と言います。どうぞよろしくお願いいたします。それでこれから今日の説明会のプログラム案を出しますので、そちらを見ながら聞いていただきたいと思います。最初に世界大会の魅力と特徴についてというところをまず説明をしていただいて確認したいと思います。その後括弧2番ですけれども、世界大会の日程とプログラムについての説明、どういう日程プログラムになっているかということです。そして括弧3番がZoom で、オンラインで世界大会やりますので、Zoom参加の仕方についての説明と、多くの人はこの部分についてあるいは質問が出てくるかもしれませんが、まず説明をいたします。そして括弧4番で質疑応答と、括弧5番が平和の波など大会中の行動についてという報告をいただいて、もちろん皆さんからそれぞれ質問があれば受け付けます。ここにはありませんけれども、最後にそれぞれ世界大会を視聴するオンラインで視聴する会場、皆さん方の会場がありますけれども、コロナ対策について緊急事態宣言が拡大されようとしていますので、不安をお持ちのところもあるかもしれませんので、少しそのあたりの説明をしたいと思います。この順番で進めていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速括弧1番ですけれども、2021年世界大会の魅力と特徴について同じく運営委員会共同代表の高草木博から説明いたします。お願いします。こんにちは、高草木です。例年ですと広島の会場でいよいよ世界大会国際会議が始まるという前にこの会議を開くわけであります。臨場感を持って今日の会議も進めたいと思います。まずコロナ感染拡大、そして猛烈な猛暑が襲ってまいりました。皆様の大会成功のための取り組みに心から敬意を表し、合わせて皆さんのご健康を祈りたいと思います。開会まであと3日となりました。すでにご案内の通り、大会はまずメインのプログラムとして2日国際会議、6日金曜日でありますが広島で集会、9日月曜日長崎で集会と3つのメイン行事が続きました。すべて10時からの開催、日にちも2、6、9とフェイス2フェイス、例年の世界大会で行うベースを基本にして設定いたしました。日本からのたくさんの方々の参加を重視して行った設定でありました。3つのメイン行事に続き、その合間に5つのテーマ別集会、さらに6日と9日には広島、長崎から全国全世界に発信する2つの現地集会、被爆者との連帯の集いが開かれます。なぜこのコロナの中であえて広島と長崎から被爆者の声を世界に発信することにしたか、これについてはまた後から説明いたします。またこれとは別に8月1日の科学者集会をはじめ、核兵器と原発、映像、女性の集いですね、そしてリングリンクゼロの青年、高校生平和集会ですか、この5つの関連行事もそれぞれ魅力的なプログラムが準備されています。2日から9日まで各国の政府に核兵器禁止条約への参加を求めることを共通の行動として平和の波も呼びかけました。従来の平和の波は核兵器いや禁止のための署名を共通の行動形態といたしましたが、今年の平和の波はそれぞれの国で、世界には国連加盟国が193ございますけれども、それぞれの国で、それ自分たちの政府に核兵器禁止条約への
参加を呼びかける。これを共通の形といたしました。アメリカの代表からはすでに原爆投下の記念日には全米で行動が準備されており、その多くが元帥教のって書いてあるんですが、元帥教の平和の波行動として取り組まれるという大変嬉しいニュースも届いております。2021年世界大会を核兵器のない平和への新しい段階、新しいステージに足を踏み出す最初の大会として成功させるよう、残された3日間、そして大会期間中、全力を挙げた奮闘を期待したいと思います。早速、2021年世界大会の特徴及び意義について、ごく簡潔にお話ししたいと思います。すでに幾度かの会議で繰り返されておりますけれども、ここではこの意義について3つの点に触れておきたいと思います。今年の世界大会の最大の特徴は、この大会が核兵器禁止条約の発効の下で開かれる最初の世界大会だということであります。ちょっと付け足しになりますが、本来で言うと8月2日は延期された NPT 再検討会議の開会の日でもありました。その直前、今ちょうど今日からはニューヨーク集会も開かれる予定でありました。その世界的な結集と、これからの禁止条約の下で世界を変えていく戦いの意思統一をニューヨークで行う予定でございました。この会議は開かれません。そうであるだけに、この世界大会は政府の代表にも参加いただいて、世界的な政府代表、そして世界の反核平和運動の新たな核兵器の世界のない、核兵器のない世界を実現するための構成に転じる意思統一の場ということになります。核兵器禁止条約の発効の下での世界大会の意味でありますが、禁止条約は新たな法的規範ができたということではだけではなく、核兵器禁止廃絶する世界的なプロセスが現実に開始されたことを意味します。これは皆さんもこれまで NPT とお付き合いしてさんざん感じてきたことであります。2010年の NPT 再検討会議では大きな議論のもとに、これまでの核保有国の核兵器の抑止力による世界の安全から、核兵器のない世界による平和と安全の確立を核保有国も含めて合意いたしました。このプロセスが条約の下で現実に戦いとして開始されたことを意味します。大会には国際政治の舞台で禁止条約の作成や効のためにそれぞれ中心的役割を果たしている、まずオーストリア政府のアレクサンドル・クメント大使、6日の広島でに発言されます。メキシコのサイエド・イハスリン・ダイリット大使、そしてメキシコのメルバ・プリア大使、すごいメンバーです。核兵器禁止条約を実際にそれぞれの分野の第一線で推薦した国々の大使であります。クメント大使は2014年の世界大会に可能禁止条約へと世界を動かした核兵器の人道的影響に関するオーストリアでの会議を前に大会に出席されました。それを力に禁止条約へと大きな前進が作り出されました。来年の早い時期には国連事務総長が核兵器禁止条約の第1回締結会議を招請いたします。その議長に決定されている方であります。大使は今年7月6日20日ほど前の共同通信のインタビューでありますが、そこで締約国会議について一言このように言っております。10年を軸に核兵器廃絶を議論する、このように言っております。これを見まして、私も2015年の NPT 会議の前にインドネシアのナタレガワ外務大臣や、あるいはメキシコの外務次官が
我々との会見で言っていたことを思い出します。我々のプロセスは核兵器廃絶という緊急課題のプロセスであり、ずるずるとはやらない、緊張感を持って進める必要があるんだということを言っておられました。まさにそういうペースでもって核兵器禁止条約ができたけれども、核保有国に妨害されてずるずると進むようなことはさせないという決意を感じ取ることができました。また会議には核保有国や核依存国もすべてオブザーバーとして調整すると、ここで言っておられることはもうお付き合いではありません。核兵器の使用の非人道的決滅について徹底してこの人たちを招いて議論したいと、そして同じインタビューでもって、だからこそ被爆者や市民社会の皆さんにもしっかりと参加して役割を果たしてもらいたいということも言っております。世界の市民社会の運動にとっても、この核兵器のない世界へのプロセスが実際に開始されたことをしっかりつかむことが大事です。世界に今たくさんのことが起こっています。大国間の対立、覇権主義の争い、その中での危険、しかしそれを私たちの行動を単にそれに対する危機の管理にとどめるのではなくて、だからこそその根本にある覇権主義の社会を平等な社会に変え、その最大のいわば彼らのよりどころとなっている核抑止力論を克服していくと、核兵器の社会に置き換えると、こういう正面からの挑戦が大事だということであります。実行委員会では国際会議、広島長崎の会議でそれぞれ主催者声明、広島での決議、そして各国政府への手紙を用意し、また国際会議では安井原子力事務局長、土田原子力事務局次長が発言し、そうした呼びかけを世界に向けて行う予定であります。また国際会議宣言に代わる主催者声明では、すでに作業を開始いたしましたけれども、国際的な反核平和運動とも大きな核兵器禁止条約発効の下での共同の戦いについて方向性を打ち出すための意思統一を開始しております。この作業の方で、すでにイギリスやアメリカのリーダーの方々からは、例えばここにアメリカのジョゼフ・ガーソンさんからの回答が来てますけれども、あなた方が今打ち出そうとしている方向というのは極めてクリアでタイムリーで、正確に問題を含み、そして最もパワフルなステートメントになっていると言って、この世界大会に対して期待を寄せています。イギリス CND のデーブさんは、非常に優れた声明だと、 CND、 イギリス CND は完全にこれを支持するというメッセージをすでに寄せてくれております。大会には政務代表の他に市民代表としてICANの責任者のベアトリス・フィンさんが昨年に続き参加され、また現在は IPB の会長である、これまで世界の統合された労働組合運動ユニの事務局長を長い間務められたフィリップ・ジェニングさんも参加されます。反核平和運動で米ロ英仏印の5つの核保有国の運動、軍事同盟の国で野党連合を勝利させ核兵器禁止条約への参加の議論を今前向きに続けているベルギーの運動、そしてアジア太平洋の代表など市民社会の代表も極めて多彩に参加いたします。大いに彼らの経験を吸収し、秋の国連総会、来年早々の10月第10回 NPT 再検討会議、これも10月に日程を確定するようでありますが、1月に開催の動きであります。そしてウィーンでの核兵器禁止条約第1回締結締約国会議、これを視野にしてしっかりした意思統一を図っていきたいと思います。2点目の特徴でありますが、
第2はこれはもう言わずもがなのことですが、日本を核兵器禁止条約に参加させる、それを実現するための政治をつける、その決意を全国全世界に伝え上げます会議になるということであります。私たちはこれまでも国連や NPT の会議に何百万もの署名を積んで核兵器の非人道性を使え運動の先頭に立ってきましたが、禁止条約が発効して今運動もまた日本を条約に参加され、被爆国として役割を実際に果たさせるという質的発展が必要であります。行動はすでに始まっています。署名でもパンフでもポスターでも、お気づきのように今まで私たちの手の届かなかった方々が一斉に声を上げてくれました。外務大臣や防衛大臣の経験者、世界でも著名な作曲家、たくさんの方々が名を連ねてくれました。同じ宣伝活動でも新しい変化を作るために、その主権者である国民の一人一人に届くような宣伝をということで、皆様の力を結集して全国紙の一面を買い切って意見広告を掲載いたしました。大変な好意的反応であります。熱烈な歓迎のメッセージがたくさん届きました。全国の自治体でも思想、信条、政党の違いを超えて禁止条約参加を求める意見を採択、こうした動きが広がりました。数日前、全国の自治体総数の3割を超えました。秋の総選挙はまさにそうした新しい取り組みを国民的に規模に広げ、政治を禁止条約参加へと動かす絶好のチャンスです。2021年世界大会は日本の運動が日本を変える経験、世界を動かす決意、これらをしっかりと示し、世界的な連帯を広げていく場にしてほしいと思います。この面でも大会には都道府県元帥協代表を含め多彩な発言者が高い決意を持って参加討論します。楽しみにしてください。一番最後の点でありますが、去年今年と世界大会は被爆75年76年にして改めて頭に被爆者と共にを掲げました。テーマにも掲げたこの被爆者にと共にの意味であります。少し先読みしますけれども、来年の核兵器禁止条約の締約国会議ではクメントさんが語っていることでありますが、具体的に被爆者、核被害者の救済と環境の回復の問題を重点的に取り上げたいと、日本の代表も被爆者もしてほしいと、こういうことを言っております。その大きな目的はもちろん被害が大きく救援が大事であるからということはその通りでありますが、同時にそこにとどまりません。人類の生存と相容れない核兵器の非人道性を明らかにすることが禁止条約の誕生に結びついた、その証明済みの活動をさらに大規模に世界をこの禁止条約のもとに非核に変えていく、そのためにはさらに大きなこの取り組みが必要なんだという核兵器廃絶を現実に世界的なプロセスにするためのいわば切り札だと、これが本意だと思います。これはもともと日本の原生爆禁止運動がその生まれた瞬間から始めた行動であります。そこには唯一の被爆国日本の原生爆禁止運動と世界大会が果たすべき本質的役割があります。2021年の世界大会でもコロナの中でも広島長崎で研究会を開き、被爆者の声を世界全国へ世界へ届ける役割を重視しました。折から26日には黒い闇の訴訟の高裁での原告勝訴、これに対してついに菅首相が上告断念を発表し、各市とも一面トップでそれなりを取り上げました。なぜ大ニュースになったのか、その根底には原爆投下以後今に至るまで原爆被害を隠蔽し、あるいは不当に過小評価を続けた
このことへの強い批判があり、核兵器の非人道性について今世界が目を開いているからだと思います。この面でも2021年世界大会を唯一の被爆国の被爆者とともに歩む運動として、自らの課題として被爆者を支援し、核兵器の非人道性を発信する任務をしっかり位置づけ果たしていく場にしたいと思います。以上3点なんですけれども、一言付け加えさせてください。今年の世界大会を経て、私たちはこの核兵器のない世界を実現する戦いを新しい現実に、そのプロセスを遂行する新しいステージに引き上げていきたい、それにふさわしい大会にしたいと、そのように考えています。それに続いて起こることというのは、世界的な規模で、そして全国的規模で現実に非核化のプロセスを進めていくことになります。先ほど申しましたが、実際には秋には日本の進路を大きく変える選挙もあります。これら当面する戦いを、どれほど大きな規模で、どれほどたくさんの人が参加して現実の変化を起こすことができるか、これはこの世界大会にどのくらいの人たちが参加し、どのくらいの人たちが世界や全国の経験を知り学び、どのくらい多くの人たちがその戦いの決意を固めるかにかかっていると思うんです。そういう点でも1万人以上の参加の目標を掲げていますが、これを参加者数、数字の目標としてではなくて、それぞれの地域で、都道府県で大きな運動の変化と発展を作り出す鍵として成功させるようご奮いただきたいと、ご奮闘いただきたいと思います。ありがとうございました。高崎さん、ありがとうございました。それではこの世界大会の魅力と特徴について、今高崎さんから端的に3点にわたって報告をいただきましたけれども、皆さんの方からこの問題でご発言のある方いらっしゃいますか。いたら手を挙げていただけるとありがたいです。よろしいですか。はい、なければ今世界大会の魅力と特徴について、その魅力と特徴をですね、できるだけ内容として盛り込んだものが次の括弧2番のプログラムになりますので、括弧2番に移りまして、日程とプログラムについての説明をいたします。事務局の佐竹康幸さん、お願いします。佐竹です。原水爆禁止2021年世界大会のプログラムの内容、どんな方が参加をされるのか、その具体的な内容についてご報告をしたいと思います。今共有画面では最新のプログラムが映し出されていますけれども、読み上げながら報告をしていきたいと思います。まずテーマは、被爆者とともに核兵器のない平和で公正な世界を、人類と地球の未来のためにということで、準備をし企画も作ってまいりました。8月2日月曜日には世界大会国際会議、午前の時間帯で10時から12時30分、150分間の国際会議となります。開会セッション、セッション1、セッション2、閉会セッションと4つの区分に分かれた運営をしていきます。開会セッションでは主催者挨拶が、今日の司会もされている野口邦和さん、運営委員会共同代表から、そして日本被団協の挨拶は木戸末一さん、日本被団協事務局長から、そしてメッセージ紹介の後、今お話もありました黒い雨訴訟の報告と訴えということで、原爆黒い雨訴訟を支援する会共同代表の牧野和美さんからスピーチをお願いすることになっています。そして平和の波の開始宣言を行われ、セッション1、セッション2の討論に移ります。討論パネル1は核兵器全面禁止のためのグローバルの行動ということで、5人の方がスピーチします。ジャッキー・カバフさん、アメリカ、デーブ・ウェブさん、イギリス、
オレグ・ボドロフさん、ロシア、ルド・デ・ブランバンデル、ベルギー、安井正和、日本原水協事務局長です。セッション2の方は、核兵器全面禁止のためのアジアの行動ということで、同じく5人の方がスピーカーとしてスピーチをされます。ジョセフ・ガーソンさん、アメリカ、土田弥生さん、土田、日本原水協事務局次長ですね、イ・ジュンキさん、韓国、ドン・フィン・ポンさん、ベトナム、アチン・バナイクさん、インド、閉会セッションでは、こうした国際会議の中で寄せられた意見、質問に答えて Q&A の時間帯を取り、最初声明の発表を終え、閉会という中身になっています。8月6日金曜日は、世界大会広島で集会ということで、10時から開始、12時30分まで、同じように150分間の広島で集会となっています。開会挨拶に始まり、オープニング映像で草の根の声が世界を変えたということで、今動画を作成しています。最初報告は富田浩二さん、関西学院大学教授、世界大会基礎委員長です。ゲストスピーカーは今紹介もありましたアレクサンダー・クメント大使です。来賓の挨拶は松井和美広島市長、被爆者の訴えは三巻俊幸さん、日本被団協の代表理事、メッセージ紹介は各国政府、国際団体、広島、長崎市長に政党ということで準備をしています。このあとセッション1、セッション2、文化教育を挟んで討論コーナーが行われます。セッション1は核兵器ない世界への共同ということで、4人の方、ベアトリス・フィンさん、ICAN事務局長、カルロス・ウマーニさん、IPBNW の副会長、竹本正弘さん、環境気候変動活動家、三方元子さん、地球廃絶日本キャンペーンの運営委員、文化、すみません、失礼しました、地雷廃絶日本キャンペーンの運営委員をされています。文化企画の方は、詩の朗読で女優の斉藤智子さん、歌声は日本の歌声全国協議会の方からしていただきます。セッション2の方は、日本と世界、草の根運動の交流ということで、6人の方がスピーカーとなります。フランスからはイラン・ニベ、ルアン・ニベさん、バク・ハヨンさん、韓国ですね。そして、黒い雨訴訟の関係で、広島県被団協の理事長の佐久間邦彦さん、新運人の神奈川の方から、そして、山梨は今署名の取り組みで県民の会を作って、運動してますけども、その県民の会から、最後は北海道原水協からということで6人の方がスピーカーとなって発言します。特別企画の方は核兵器禁止条約に参加する日本ということで国会議員との対話ということで、準備をしています。登場するのは国会議員としては笠井明さん、日本共産党の笠井さんが登場し、被爆2世、3世、3世の方との対話ということで、準備をしています。最初文書としては広島からの呼びかけ、閉会挨拶を行い、締めとなります。8月9日月曜日は同じ時間帯で10時から12時30分、150分間世界大会長崎で集会ということで、開会挨拶、オープニング映像、最初報告、ここでは最初報告は安西九郎さん、議長団の安西さんが報告をされます。ゲストスピーカーはお二方、国連マレーシア政府代表部常駐代表の国連大使のサイエド・ハリスン・アイリドさん、そして駐日メキシコ大使のエルバ・プリアさんが発言をしていただきます。来賓の挨拶は長崎市長の田上富久さん、被爆者の訴えとして田中康次郎さん、長崎被災協の評議員をされている方から、韓国の原爆被害者協会会長のイ・ユル・ヨロさんがご発言をいただきます。メッセージ紹介、そして黙祷の後、セッション1、セッション2と広島米州会と同じように、文化企画を同様の内容で挟んで行います。セッション1の方は、核兵器のない世界の共同、フィリップ・ジェニングさん、国際ビューロー IPB の共同会長、ティナ・エブローさん、アジア・ヨーロッパ人民フォーラム国際組織委員会委員、そして篠原義則さん、世界宗教者平和会議日本委員会の事務局長をされている方からの発言です。そしてセッションには、日本と世界、草の根運動の交流ということで、ここですね。
5組といいますかね、7組ですね、発言いただきます。ラルフ・ハチソンさん、アメリカから、ルド・デ・ブランデルさん、平和グループ・ベルギーから、グエン・バン・リンさん、ベトナムのカレア財被害者協会会長、そして今年の平和講師のダイジェストを行い、兵庫の、全日本未練の組織の方から、長野の被爆者の願いをつなぐ核兵器禁止条約を広げる長野ネットから、締めは高校生、東京高校生平和ザミナールの田原千尋さんですね。そしてここで平和並みの終結報告、各国政府への手紙を主催者文書として確認し、閉会挨拶だということです。今回次に紹介するのは現地企画、広島と長崎からの企画を紹介しますけども、昨年にはない企画として被爆者の方々の証言に大きく光を当てて行います。広島からの世界へ2021年被爆者との連帯の土台、証言されるのは矢野美和子さん、そして桐谷さん、明子さんですね、証言をされます。あと、文化企画なども準備して90分間の集いを現地を中心に準備をしています。長崎の方はですね、証言をされるのは本田魂さん、そして横山照子さん、証言をされ、そして文化企画の方でも歌声の皆さんの登場などを用意して今準備をしています。ぜひご参加をと思います。あと世界大会のテーマ別集会関連企画ございますけども、日程とかが紹介されているぐらいなんですけども、詳しくはチラシなどでもアピールする内容などもホームページでアップしていますので、ぜひご覧いただいて、このテーマ別集会の大きな売りは何よりもこのテーマに基づく皆さんの発言を交流する、そういうことができるということになっています。それぞれのテーマに基づいた活発な討論を期待していきたいと思います。関連機関の方も同じようにホームページの方にアップされていますけれども、とりわけ日本原水協の方が直接の企画をしようということで、核兵器と原発、映像の広場、8月3日それぞれ午前と午後と開催してますけれども、ぜひご参加をいただければなと思っています。以上で報告とします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではそれから月田さん、特に補足はありますか？少し、はい、じゃあお願いします。世界大会のに参加している海外代表について少し、大体は高草さんの方から魅力も含めて語られたんですけれども、補足をしたいと思います。やはり今年の世界大会の意義に沿って、それにふさわしい議論やまた運動の方向性を打ち出せるような海外代表を集結させました。で、全ての国際会議だけではなく、全てのメイン企画や特別テーマ別集会も含めて全体に配置しています。なので1個2個ではなく、本当に全体多くの方が多くの行事に参加していただきたいと思っています。で、核保有国や核の傘の国の運動、特にやはり禁止条約を力にした運動を展開しているところの運動体の代表が多く参加します。そのやはりそれは今やその各国の運動が自国政府に対して核兵器禁止条約に署名批准せよという、そういうやはり運動が求められていて、そこが焦点であるからです。ということで国際会議を見ていただいても、そのアメリカ、イギリス、ロシアで核の傘の国のベルギーらがいろいろとここに参加する海外代表というか発言者が全てうまくいっているということは発言するわけではないんです。やはり核保有国やら核の傘の国はこの核抑止力に固執しているわけですから、それぞれ大変なんですけれども、しかしそういう中でやはりどうやって核兵器廃絶を前進させるのか、自分の国の政府の政策を
変換させるのかということを焦点に話し合う予定です。でセッション2のは昨年に続きアジアというアジアの運動会から見た議論というものを、まあ、設定したんですけれども、それはやはりこの今世界的な規模でこう緊張が高まっている米中対立を中心とした、まあ、世界の動き、そしてアジアの危険が高まっているということで、まあ、そちらの方に議論の内容もシフトしながら全体として核兵器のない世界を進めようということで、アジアで、まあ、有数な運動の運動団体の代表が参加していますので、ここは本当に皆さん参加していただいて大いにお互い学び合って議論もして、そして世界大会以降の来年の NPT や、禁止条約締約国会議、そして秋の選挙に向けた運動方向を示していきたいと思っています。あとはですね、8月6日のもうクメント大使はもう皆さん、私も一生懸命宣伝しましたし、この人がここに参加することはとても重要なというのはご理解いただけてると思います。で8月9日のこのマレーシアのニューヨークの常駐代表のサイード大使はですね、まあつい最近 NPT 第10回 NPT、再検討会議が1月4日から来年の1月4日から28日でしたっけ、そのくらいの期間に開かれる、そういうことを計画しているという発表がなされたんですけれども、この NPT の再検討会議の軍縮委員会の委員長を務めていて、とてもその核心というかコアなところにいるこの大使なんですね。まあ、その方が9日に、まあ、参加してしゃべるということで、ここはやはりこの大いに関心を持って、まだ9日登録されてない方はぜひとも参加登録していただけたらと思います。それと、まあ、8689を通じてまあ、この春から夏にかけまして、核兵器禁止条約キャンペーンというのを、まあ、アジアで広げようということで、そのアジアヨーロッパ人民フォーラムという、まあ、ネットワークの中でキャンペーンを行いまして、まあ、それはベルギーに本部があるんですけれども、その国際組織委員会の、まあ、ティナさんが、まあ、この春の活動の成果も含めティナ・エブローさんが8月9日に発言してくれます。そしてまあ、急遽なんですけれども、やはり IPPNW の、まあ、昨年も出ていただきました共同議長の一人 の, カルロスさん、コスタリカの方なんですけれども、とてもこの核兵器の非人道性、そして来年 の, 締約国会議にはこの IPPNW からのなんか提案も予定されている、準備されているようで、まあ、そういうふうなことも含めて発言していただけます。そしてベルギーのこのルドさんはですね、国際会議では NATO 全般のことについて、 NATO 全般のこの禁止条約に対する姿勢ですとかについて発言するんですけれども、8月9日はですね、ベルギーの運動のことについて、まあ、連合政権ができまして、その中でも、まあ、議論も禁止条約についても議論もされたということで、8月9日はベルギーのことを中心に発言していただけます。でその他特別セッションにも、特別セッションは本当に皆さんがもう質問を出したり討論もできるという場なんですけれども、まあ、沖縄連帯の、テーマ別セッションでは、アメリカのガーソンさん、グアムのリサリンダさん、そして韓国の、チェ・スンヒさんらがやはりこの米中対立などやアメリカの戦略について
議論しますし、沖縄やらその南西諸島の反旗地運動の方々とも大いに交流できればです。そして8月4日にはベトナムの枯葉剤、今年がベトナムの枯葉剤被害60年ということで特別セッションを設けました。枯葉剤被害者協会から枯葉剤被害者の証言ですとか、そして日本の支援の運動をされている方々からの報告ですとか、昨年に続きもっとこれを深めたいと思っています。そしてこれも私がかかっておりますけれども、やはりアジアの比較平和のアジアの分科会、8月7日ですけれども、ここにも注目していただいて、ここはやはり高草木さんの米中対立を中心にしたこのアジアの変化と危機、そしてチャンス、これについて多極的なレクチャーをしていただいて、その後アジアのこの日本、韓国、フィリピン、インドのこの運動体がこのような危機にどう取り組んでいくかについてそれぞれ報告し、焦点を縛った議論をしていきたいと思います。そういうことで本当に皆さんが参加し発言する場もたくさん準備しておりますので、ぜひとも多くのこの行事に参加していただいて、そして世界大会の成功に貢献していただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。世界大会の日程とプログラムについて、今ご紹介いただきましたけれども、皆さんの方から何か質問なり発言があればこの場でお願いしたいと思いますが、いかがですか。よろしいですか。はい、じゃなければ3番に行きます。あるいはこの3番のところでいろいろご質問ある方がいるか、技術的な問題でですね、あるかもしれません。ズーム参加の仕方について説明をいたします。それから参加のしおり活用と、事務局の前川史郎さんお願いします。皆さんお疲れ様です。事務局の前川です。皆さんのお手元にですね、ダウンロードできる形で、この参加のしおりがですね、メールで、URL が送られているかと思います。でこちらにですね、まず最初に参加方法についてということで、国際会議、広島で集会、長崎で集会はじめ、今年の原水爆禁止世界大会は関連企画を含めると12の、企画があります。その12個ごとにですね、1個ごとに参加のための URL が、皆さんのメールアドレスに届くということですので、登録をしていない、URL は来ないというふうに考えてください。それでですね、質問がいくつか寄せられていまして、この世界大会参加に必要なこの URL と ID について、ご説明をまずいたします。1個目は先ほど申し上げました通り、企画の URL は共通ですかという質問に対してはいいえです。企画ごとに URL が違います。そして2つ目、URL と ID はいつ送られてきますかです。こちらは各企画の開始1時間前に、事務局から一斉に送信されます。ですので、10時開始の場合は、午前9時に、皆さんのメールに、この URL と ID が送られてきますので、30分前に、入室が可能になりますので、時間になりましたら、この URL をクリックするか、または ID を打ち込んでいただいて、企画にご参加ください。3つ目です。URL と ID の他にパスコードはありますかということです。答えは、いいえ、パスコードはありません。ですので、URL をクリックするだけで、または ID を打ち込むだけで、参加をすることができます。本日、この説明会に参加をされている皆さんは、その時点でもうURL をクリックしただけで参加できていると思いますので、同じような形で、今晩もそういうふうになるというふうにお考えください。
続いて、これが重要な点なんですけれども、チャット機能についてです。パソコンの場合とタブレットやスマートフォンなどのモバイル端末と呼ばれる場合、この2パターンがおそらく皆さんが参加される形態かなというふうに思います。でこのチャット機能はですね、皆さんの質問または、意見や感想などをですね、今私がこうやってお話をしている、その瞬間にもですね、皆さんの方でこのチャットを書き込んでいただくことができます。もし、よろしければですね、書き込んで、いただけたらと思うんですけれども、今私もテストっていうチャットを書き込んでみました。これは宛先がですね、パネリストおよび参加者というのを選んでいただくんですけれども、おそらくですね、皆さん の, チャットを開いたときにですね、最初は宛先がパネリストだけになっているかと、思います。今、リミヤさんから、パネリストだけにテストさせてくださいというふうにチャットが送られてきました。クギミヤさんはパネリスト、宛先がおそらくパネリストだけになっていますので、それをパネリストおよび参加者というふうにですね、変えていただくと、全員が見られるチャットになります。今、クギミヤさんからのテストさせてくださいというそのチャットをそのまま私がコピー&ペーストしました。クギミヤさん、テストさせてください、ありがとうございますというふうに書いていただきました。このようにですね、送受信の基本のやり方は、まず会議ウィンドウの下部にあるこの赤い四角で囲まれているチャット引き出しですねをクリックします。そうするとウィンドウの右側に、グループチャットの画面が追加されます。ただ今ですね、画面共有をしていますので、画面共有をしているときはこのチャットはポップアップといって、飛び出して、窓が出てきます。そして、その表示された文字入力ボックスにメッセージを入力します。エンターキーを押すともうチャットが貼り付けられてしまいますので、もし開業をしたい場合は、シフトを押しながらエンターキーを押すと開業ができます。そして宛先に、パネリストおよび参加者を選択すると皆さんが見れるに今、沼尻敏夫さんからもテストしますということで、いただきましたようにですね、このようにチャットが皆さんも読むことができるかと思います。続けてですね、スマホ、タブレットの場合です。これ、左側からですね、画面をタップする、ポンと指で押すとですね、右下、一番右端に、点点点という詳細というのがあります。四角く書かれているところです。こちらをタップすると、次のチャットというところが一番上から2番目のところにありますので、そのチャットをタップします。そうするとチャット画面が開きますので、メッセージを入力するんですけれども、その時に、この右側の紙飛行機のマークがあるんですけれども、この紙飛行機のマークをタップすると、その文字が表示されるとチャットの画面に、出ますということです。ということでですね、普段はなかなかこの会議の途中にですね、発言を、聞きたいことがあっても、その会議の流れを遮ってまで、質問とかできないと思うんですけども、このチャットで書いていただくと、後でですね、チャットを見ながらですね、どんな質問があるかなどですね、を整理して、回答することもできますし、このチャットが保存されますので、この保存されたチャットを最後にですね、この世界大会が終わった後に皆さん共有することも可能です。で、今、質問いただきました、スマホで登場した人がパソコンで見たいとき、URL を転送することはできるのですかという質問をいただきました。これなんですけれども、パソコンのアドレスで登録をしていただきたいんですね。ですので、スマホで登録した人は、スマホではなくパソコンで見たい場合は、スマホをキャンセルしてパソコンのアドレスで再度登録していただきたいということです。URL を転送するのはご遠慮ください。できませんということで、お願いしたいと思います。はい、ということでですね、今も
ミスとしますというのをいただきましたけれども、質問今打ち込んでいただきましたように、皆さんからの質問はこのチャット欄にですね書き込んでいただくといいかなというふうに思います。で、このウェビナーという性質上ですね、パネリストしか顔を出したり声を出したりできないですね、ということがありますので、参加者の皆さんとコミュニケーションを図る、手段はこのチャットというのが最も重要な道具になってくるわけです。ですので、皆さんもぜひ、こんなことが聞きたい、こんなことが参加するにあたって、不安であるとか、そういうこともですね、これからまだこの時間の中でですね、チャットに書き込んでいただければ、後でまとめて、お答えすることもできるかと思います。よろしくお願いいたします。私からは以上です。はい、ありがとうございます。それでは大きな4番、質疑応答というところに移ります。これまでの説明の中で、質問したいことがあれば、この場でお願いしたいと思います。チャット機能を利用すると分かりますので、そちらを利用していただけるとありがたいです。いかがでしょうか。前川さん、質問があったら質問を読み上げて回答もできるようであれば回答もお願いします。はい、今のところはない、はい、大丈夫でしょうか。この参加者説明会が終わった後でももちろん不明な点があれば事務局に問い合わせていただければと思いますので、今この場では質問としては出てきていないようですので、あ、出てますか。はい、じゃあお願いします。はい、すいません、川崎明子さんから質問で、当日職場で仲間と見ます、最終的に何人参加したか後で報告すればよいでしょうかという質問が出てるんですけれども、ぜひですねこのチャットのところに皆さんが、どこで何人で参加をされているかっていうのを書き込んで、いただけると、私たちもそうですし他の参加者の皆さんが全国のですね、何々県何々市で何人で見ていますっていうふうに書いていただけると、こんなところでもこんなに大勢とかっていうふうに感じることができると思いますので、ぜひそのこともチャットに、書き込んでいただけると、ありがたいです。それから平さんから国連事務次長の中道さんが参加されないのですかという質問が出てるんですけれども、こちらは須さん、じゃあお願いします。うん、はい、残念ながらですね、中道さんは多分日本にはいらっしゃってるんですけれども、その時はとてもちょっとスケジュールの都合で参加ができないということの返事が来まして、いろいろとじゃあビデオ参加ではとか、いろいろメッセージとかはとか言って投げてみましたけれども、ちょっと今回は忙しくてできないので申し訳ないという返事が来ましたので、そういう結果になった次第です。以上です。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますか。引き続き質問が来ています。昨年のオンライン大会ではチャットのメッセージが入るたびに吹き出しが表示され字幕を覆ってしまうのが気になりました。チャットが入っても吹き出しが出ないようにするにはどうしたらいいでしょうかということを、木戸聡さんですかね、いただきました。これはですね、チャットの吹き出しを押していただくとですね、右側にそのチャットの、行がですね、こう出ます。ですので、この画面とは別にチャットが
別枠として出てきますので、そういうふうに最初から、うん、あのチャット画面を開いておいていただくと、吹き出しは出ないと、いうことになります。そのチャット吹き出しを出してない場合は、その画面の下にですねポップアップといって出てくるんですね。そうすると字幕がある場合はその字幕を隠してしまいますので、まずはチャットを押してください。そうすると吹き出しは出てきません、ということでよろしくお願いします。それからですね、質問、皆さん質問どんどん寄せて、いただいてありがとうございます。メールアドレスの変更についてなんですけれども、県原水協を通して申し込んだ場合は、県原水協を通して変更しなければいけませんかということです。それは県原水協を通して変更をお願いします。はい、それから入金はどうしますかということなんですけれども、入金は県原水協を通して、請求が、いくことになると思いますので、その請求をお待ちいただければと思います。それから、代表メールアドレスで登録しました。個人のスマホから入ることは禁止でしょうか。個人のスマホのアドレスを登録をお願いします。そして改めて質問します。こちらからの音声や画像が届かないと考えていいですか。映りたい、声を出したいというわけではなく、こちらの操作ミスで迷惑がかからないでしょうかということですけれども、はい、このウェビナーの性質上ですね、皆さんはこの顔出しと声は出せません。視聴者というタブに分けて振り分けられておりまして、その主催者の権限がですね、非常に強いのがこのウェビナーの特徴で、ミーティングとは、ズームミーティングとは全く違うやり方になりますので、よろしくお願いいたします。それから関連企画はどのようにして参加するのですかというご質問をいただきました。日本原水協のですね、ホームページから、登録ができるようになっております。ちょっと共有いたします。はい、これ日本原水協のホームページです。トップページはこのように、ひまわりがドーンと出てくる、仕様になっておりまして、このひまわりのところをクリックすると世界大会のページにも飛ぶんですけれども、そのまま下に行っていただいても、大丈夫です。ここのところでですね、このようにいろんな企画のチラシが、載っております。でここに世界大会、右端に関連企画で映像の広場、核兵器と原発っていうふうにありまして、でこの部分に参加登録というボタンがあります。これを押していただくと、ウェビナー登録の画面が開いてですね、このように、登録を名前とメールアドレスを入れて、最後にこの登録という青いボタンを押していただくと、登録が完了しますので、ぜひ、日本原水協のホームページから関連企画登録をお願いいたします。それから昨年は海外代表のスピーチの概要が文書で配布されましたが、今年は配布されませんかという質問をいただきました。配布する予定になっております。本日ですね、国際会議の、海外代表の発言は、都道府県原水協にメールで、添付で送られます。参加者の皆さんには、前日、一斉メールで、その PDF がダウンロードできる URL の入った、メールが送られます。でそれを開いて、海外代表のスピーチはダウンロードしていただくことが可能です。ただし、その後の扱いなんですけれども、この文書はですね、公開することを前提にして発表されたものではなくてですね、海外代表が発言するその時間ですね、が公表するタイミングになっておりますので、受け取ったからといって皆さんがその他のところに流すというのは、ご遠慮ください。皆さんだけで留めておいていただきたいというふうに思います。その当日の国際会議の出番の時が正式な公表時間、海外代表のスピーチの公表時間となります。よろしくお願いいたします。それから岩手県の宮古資源水協の方から、外国の方のお話の時、字幕や通訳はあるのでしょうか。はい、字幕はですね、ないです。ただし、同時通訳はあります。同時通訳はですね、また、当日に、ご案内をいたします。地球儀のマークを通訳と書いてあるマークをクリックすれば、日本語で、海外の話している言葉を日本語でも聞くことができます。はい、
それからですね、会場に参加者が5人来ますから、参加費は5倍になりますかという質問です。はい、参加費はお一人お一人いただくことになりますので、5人来たら5人分の参加費が、必要になります。でこれはオンラインですけれども、リアルに大会が開かれたり、皆さんも学習会などに参加したときに、受付で一人一人お金を払いますよね、そういうイメージで考えていただければと思います。はい、大体皆さんの質問にお答えできたのではないかなと思うんですけれども、北海道原水協の伊藤さんから登録したアドレスに送られてきた Zoom で入りますが、会場を分散させるため、他のデバイスでも視聴会場を作りたいのですが、転送しても良いですか？はい、転送はやめてください。その転送する先のメールアドレスを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでしょうか、はい、とりあえず質問は以上だと思います、はい、ありがとうございました。多分この後も質問が出てくると思いますので、今日のこの説明会が終わった後でも不明のことがあれば事務局で丁寧にお答えいたしますので、どうぞ遠慮なく質問をしていただければと思います。会議としてはこれから括弧5番の方に移りたいと思います。2021年平和の波など大会中の行動について、事務局の安井さんお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。運営の安井です。私からはですね、3日後に国際会議も始まりますので、2つのお願いをさせていただきます。一つはですね、この世界大会の参加者を広げていただくことです。最初冒頭に高崎さんが、その最後に強調されましたけれども、全国から大会参加1万人以上、この目標をですね、それぞれの都道府県で大きく上回るよう皆さんのですね、お知り合い、友人、知人も含めて参加を呼びかけて、ください。本日ですね、この説明会の直前、午後1時現在、このコロナ禍の中、また猛暑の中ですね、全国で奮闘いただきまして、参加の、登録された、総数、まあ、10企画ありますので、それぞれの、申し込み総数なんですけども、6000人を超えました。国際会議が800人、広島で集会が2150人、長崎で集会が1480人です。本日のこの説明会には先ほどカウントいたしましたら288人の方がご参加されております。1人お一人2人と参加者を広げていただければですね、さらにこの1万人以上という目標に向けて前進ができるかと思います。本日紹介されたプログラム、先ほどホームページが紹介されましたけども、プログラム、それから海外代表のプロフィール、テーマ別集会、関連行事含めてですね、すべての情報は日本原水協のホームページに掲載されております。ホームページを見ていただいてですね、あなたも参加をの声をぜひかけていただきたいと思います。ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。2つ目はですね、平和の波行動への参加です。8月2日から、各国の政府に核兵器禁止条約の参加を求めることを共通の行動とした平和の波行動が世界中で、取り組まれます。昨日までに11カ国、日本を含めて12カ国で、さまざまな行動が計画されております。日本全国でも、今集約中でありますけども、200カ所以上でですね、今行動が、計画されております。核兵器のない世界を開くのは、世界の世論と運動、一人一人の声と行動です。皆さんの地域で、職場で、学園で平和の波を起こそうではありませんか。行動の計画や行動結果を日本原水協のホームページ、Facebook に投稿していただくか、
E メールでお寄せください。8月9日、平和の波終結宣言に、その行動を、数としてですね、反映させたいと思います。力を合わせてですね、世界大会を共に成功させようではありませんか。以上、私からの、お願いです。はい、安井さん、ありがとうございました。括弧5番の平和の波など、大会中の行動について、何か皆さんの方からご質問があればお願いしたいと思いますが、よろしいですか。はい、どうぞ。はい、引き続きご質問をありがとうございます。ですね、先ほどの高草木さんの報告テキストをダウンロードできるようにしてくださいということが要望で寄せられています。はい、まあ、皆さんも他のこの参加していない方も欲しいというふうに聞いていますので、PDF をですね、ダウンロードできるような形で、メールで皆さん今日の YouTube の URL と一緒に送らせていただきます。ですので、本日この後 YouTube にアップする時間などいただきまして、夕方遅くとも6時までには皆さんに今日のこの YouTube の URL と一緒に、高草さんの報告テキストを、PDF で、ダウンロードできるような形で送らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。最後、括弧6に移りますけれども、その前に世界大会のプログラム、国際会議、広島電習会、長崎電習会、そして広島と長崎でそれぞれ現地の企画が、まあ、対面とオンラインとハイブリッドで開催されます。そして5つの特別集会、関連する企画と盛りだくさんで、中身も大変良いもの、魅力あるものできておりますので、ぜひ今この会議に参加している皆さんからですね、さらに多くの方に参加を進めていただいて、実行委員会としては1万人以上の参加を見込んでおりますので、ね、ぜひご協力していただきたいと思います。重ねて訴えをさせていただきます。それでは最後になりますけども、括弧6番、東京含めて、まあ、東京はすでに緊急事態宣言が続いておりますけれども、新たに宣言が行われる地域も出てきますので、その関係で、まあ、不安に考えている方も出てくるかもしれませんので、事務局として、このように考えていますということをお伝えしたいと思います。じゃあ、お願いします。事務局の佐竹です。今日午前中に世界大会実行委員会の運営委員会が開かれました。その中で今野口さんがお話しされたような、実行委員会としてコロナ感染対策の徹底のお願いということを発信しようということで確認しました。読み上げて提案をしていきたいと思います。世界大会のサテライト会場、各都道府県や各地方で世界大会皆さんで見る会場での感染対策の徹底のお願いです。いよいよ原水爆禁止2021年世界大会が8月2日の国際会から始まります。新型コロナウイルスの変異株が猛威を振るい、東京、沖縄に加えて埼玉、千葉、神奈川、大阪の4府県に緊急事態宣言が拡大されようとしています。世界大会実行委員会として、Zoom ウェビナーのサテライト会場の主催者の皆さんには、1、会場には消毒液と検温係を配置し、熱のある方は入場を控えてもらうこと、2、各会場では3密、密閉、密集、密接を避け、換気を行うなどの感染防止対策の徹底することをお願いします。また、参加者の皆さんにはマスクを着用することを徹底くださるようお願いします。以上、発信する文書のご紹介です。よろしくお願いします。ありがとうございました。この文書を早速被災者の、サテライト会場の皆さん方には送りますけれども、何かこの件でご質問のある方はいらっしゃるでしょうか。よろしいですか。はい、ぜひ感染が拡大しないように、
ご協力をお願いしたいと思います。それでは予定した議題はすべて終わりましたので、これで会議としては閉じたいと思いますが、先ほども言いましたように、魅力あるプログラムをこちらでは用意したつもりです。ですからその内容にふさわしい参加者をですね、これから大いに増やして、現在のところ6000名を超えたところだと、先ほど安井さんから報告がありましたけれども、さらに一層の追求をしていただきたいと思います。今日はありがとうございました。終わります。